中段には8番の石山、5番の小畑、中四国勢、そして1番車の原と西のラインが揃っています。7番石井が7番手から上昇開始、周回残り2周です。石井がまず上がって、マークは2番の黒田、物部と関東勢が上がってきています。前段インコースは神奈川勢、抑えにかかった石井、バックストレッチへ誘導下がります。石井がジャンで抑えての先行です。関東勢、黒田がマークを取り、4番物部が3番手です。1番原が先手ラインから4番手、8番の石山に5番の小畑です。3番勝俣、7番手に構えてまくりの競争です。9番岡崎、最後方から6番の桜井です。先行は石井が取っています。黒田が追撃、4番物部が3番手、関東の主導権、4番手は原、そして中段から8番車石山が懸命にまくってきますが、3番手その後ろからようやく3番車勝俣の体勢で、まもなく4コーナーです。先行を粘って7番石井から番手2番車黒田の追い込み。奥原が上がって8番関根を連れています。神奈川コンビニ6番高田もまずは追走します。川上を抑えていく奥原亮、まもなく2コーナーからバックストレッチ、切れ目で様子を見ています。3番カイト中、金が入って600メートル通過、まだピッチ上がっていません。抑えての先行は奥原に変わっています。関根が続き、6番の高田は3番手、3番カイト中、5番の川西、近畿2人は中段、2番の工藤がいて、7番川上陽一、7番手で9番井上マークです。最終1コーナーから2コーナー懸命に踏み上げていきます。地元の4番車の奥原、4番手から先まくりは3番車海戸中勝也、海戸中の自力まくり乗って5番の川西、近畿の2人、さらには2番の工藤智樹が3番手回り、前段を捉え切ったのが海戸中勝也、乗って5番の川西良介、5番川西が追い込んでくる、外を突っ込む7番川上です。本戦は3番手から5番手、3番の宮下には黒崎マーク、さらに7番の梅山、関東3名まとまっています。残り2周を通過、まだ1列の体勢崩れていません。6番手、1番の飯塚がいて、2番の中野、7番手です。8番東、最後方から4番勝部、福岡の勝部が最後方から短期上がります。スーッと前に上がってきました4番勝部高弘、前段では6番の村上、打賞まもなく4コーナーです。前を抑えていきました勝部高弘、そして関東ラインが上がってくる、踏み上げて宮下高之、黒崎、さらには7番の梅山、関東3名です。最終まもなく2コーナーからバックストレッチ、関東の2人、さらには梅山秀樹まで乗って1番車の飯塚直とは4番手回り、2番の中野がいて6番の村上です。関東の3人先頭から3番手、先頭は宮下です。番手回りは9番の黒崎、黒崎が追い込んでくる、最後は宮下との争い。石が抑えます。1周半を通過、中山が中段の4番手で受けています。2番の市本は現在8番手、打賞の4コーナーからホームストレッチへ、8番手から市本が反撃して現在5番手あたりまで、先行は5番の酒井優太が取っています。酒井先行です。関戸がマーク、7番阿部が3番手で東北のペースになっています。中山県は中段4番手、9番河村、そして4番車の笹川、新潟勢は中段、
4番手から踏んでくるのが1番の中山健です。まもなく4コーナー直線、酒井が先頭だ。直線中を1番車中山が伸びてくる。あとは3番関戸。前受けの競争を取っています1番佐藤雄一、静岡勢の援護をこのレースは受けまして本戦を形成します。上昇は埼玉5番の山崎から、残り 800m を通過。山崎が上がってすんなりと佐藤の方が引いています。針山が2番手で6番中井治3番手、外4番細田と2番の渡辺、西野亮明が上がってきています。細田純平が打勝で抑えますが、1番佐藤が巻き返す。7番中井、3番手の9番車梶原、懸命に3番手ですが少し開いています。抑えて佐藤雄一、最終周回400を通過。中井達夫が2番手です。細田が抑えられて3番手、もう一度追い上げる梶原亜光、そして中段5番手付近から3番車一ノ瀬がまくります。2番手に近づく、200を通過。先行は佐藤、2番手まで3番の一ノ瀬、5番の山崎に、さらには8番の晴山、まもなく最終コーナーです。佐藤雄一粘る、7番車追い込んでくる、7番中井達夫です。主導権1番車斉藤がもう一度ペースを上げていきます。森川マークに朝日圭介3番手です。5番の菅谷4番手、2コーナーからその菅谷がまくります。マークは佐藤、東京コンビのまくり。まくる菅谷が前段を捉えていきそうだ。まくり切った菅谷隆に佐藤が2番手、さらには7番相笠も勝負圏内3番手、番手回りの3番佐藤が懸命に追い込んでくる。外7番車の相笠、3名横並び。栃木勢が後方となってそれぞれ一度に決まって、これから第4コーナーです。正後方から滋賀の3番車の藤井です。6番の白井マークの中部近畿、後ろの位置8番手から8番隅田、5番の甲田、栃木の両名、7番亀井も踏み上げて3番手からまず亀井が前に上がってくる。さらにその外8番隅田陽介、隅田が打勝を抑えて 600m、ピッチが上がってきています。7番亀井が後位3番手をキープ。2番の赤井、千葉勢が3、4番手で前の栃木コンビを追っています。1番原田玲が流れに乗って中段の5番手、9番車の菅原雄太の順で遅れた3番車の藤井は8番手。最終2コーナーからバック、3番手から7番車亀井がまくります。まくる亀井に2番の赤井、その赤井のマークが少し離れたか、さらに懸命に9番車の菅原雄太、前は7番の亀井久幸。第4コーナー直線コース、
7番亀井久幸、7番亀井先頭五輪、続いて9番の菅原2番手。海緑川外のコースまもなく直線コース、先頭2番の吉村和幸、5番の上原に追い込んでくる、わずかに追い込んだか5番の上原、内は2番の吉村。並ばれた4番車の日向も少し踏み上げて誘導はすでに引いています。外を上がってくる5番の岡田誠洋で周回残り2周で 800m、 2番の小川健人が抑えて1コーナーレースは打掌の周回展開。4分線から8番栗田、室井と四国のコンビ、ジャンマイ2コーナーからバック北のコンビ、日向が踏み上げて1周半を通過、日向が打掌で出ます。8番栗田が後位戦、3番伊藤、7番の渡辺、2、3番手がもつれる競争、先行4番車の日向をめぐって内側で栗田、そして3番の伊藤大志、伊藤もすんなりと最終的には回ることができない、あとは3番手1番の室井に7番渡辺、2、3番手もつれますが2番手は栗田、先行は日向です。栗田貴則2番手、室井健一が3番手です。2番の小川が自力まくって現在4番手、7番渡辺の体勢でまもなく4コーナーです。先頭粘り込んで4番日向、日向が追い込んだ1番車室井、最後は室井の差し足。小原が3番手で構えて5番の根本が上昇、残り2周を通過、北勢が上がります。根本以下北のライン、前段から1番車の小原、さあ小原後位に切り込む競争です。2番の高橋陽介、外3番手も鈴木誠、そして7番の斉藤俊信、2,3 番手南関勢内側で絡んで1周半を通過、先行根本をめぐって小原大輝インコース、外は2番車の高橋陽介、鈴木誠が打ち、そして外に斉藤俊信、4番手も9番車島田良二、さあ5番の根本がスピードを上げる、番手は1番車小原、小原が2番手を追走する、遅れながら8番の鈴木誠も3番手、先頭2番手、3番手は2車ほど空いています。9番の島田が4番手、3番金子がまくり上げて今ようやく3番手、先行5番の根本、2番手は1番車の小原大輝、あとは9番車の島田で最終コーナーです。後位から1番の小原、小原が伸びてきました。